では早速ステージにお呼びしたいと思います。名探偵コナナ。せやかて工藤、真実はいつも7つ、名探偵コナナです。お願いします。はい、コナナ、今日は急遽来ていただいてありがとうございます。はい、はい、スワはね、いなくなっちゃったんですよ。そうなんですか。はい、今日見つかりますかね、時間までに。どうですかね、どこにいるかにもよります ね。でもコナナはスワワととても仲良しなんですよね。仲良しです。じゃあいろいろ知ってることもあるから、うん、でも今日何をしているかは知らないですね。知らないですね。ではね、そんなコナナで今日はですね、名探偵コナナと会場のツーリストの皆様と一緒に消えたスワワに関する謎解きに挑戦していきたいと思います。はい、よろしくお願いします。お願いします。ではではね、お願いします。しまいました。なんとか昼公演に間に合ってよかったです。さて、聞いていただきましたのはトップスパークル、そしてマカロンラブでしたが、この衣装がコバルトの鼓動の衣装なので、そのカップリングのトップスパークルを歌わせていただきましたよ。それでは聞いてください。Give me emotion. I'll be
ありがとうございました。諸田デクド、真実はいつも7つ、名探偵コナナです。よろしくお願いします。すいません、せっかく探してもらったのに私たちはまたスワワを逃してしまいました。あらららら、どこ行っちゃったんですかね。いいから、いいから。結構探したんですけどね。結構探したんですけどね、うん、どこ行ってしまったんですかね。コナナ昼の部終わってちょっともう帰りますねって言ったけど、うん、ちょっともう出ちゃってました。ちょっと出ちゃってましたね。髪型変わっちゃってますもんね。そうです、もう帰りファッションで、うん、そう帰ろうとしてたんですけど、もう帰るから髪型も変えますって言って、うん、私もスワは呼んでいきたいと思います。印に見つけられたので、今回のお衣装はファーストアルバムからこちらのお衣装となっています。いただきます。そして披露させていただいたのはモーニンググロートノスタルジックキネマ、うんうんうん、みんなが瞬時にこう紫から赤に色を変えてのが見えましたね。